はい、皆さんこんにちは、スーパーマリオサンシャイン実況パート5やっていきたいと思います。今回はみんなパークです。はい、だいぶ日が経ってしまいました。すいません、ちょっとねマリカ動画カメ撮りしすぎてそっちの方優先しておりました。はい、ここですね。ちょっとまたまだ行ったことがないのかっていう解放の中の秘密。まあ秘密って言ったらね、もうアスレチックですよ。ここはい、こんなところに、ね、こんなものを作ったんだっていう希望に感じるところですが、もう着いた。まあこいつは抜いて洗って持って、ぶつける。洗って持って、ぶつける。洗って持って、ぶつける。はい、終わり。はい、爆発。よくこの大砲壊れなかったな。大砲の中が何なんだって。なんでこんななっているんだよ。うん、周りがヨッシーアイランド風デッティーアイランド。お、ラグっていうのが怖いけど行くよ。ラグっていうのが一番怖いわ。こっちの操作を無効にするからね。おう、あっとほい、ほう、ほ、ほ、ほわ。いや、待って。お、おい、え、はい、はい、はい、よし。ここはもう、出てきたらすぐに行く。行け。ほ、ほう。消える、消える、消える。消えゆく足場。ここは今行ったらあかん。おっと、行かない。やばい。やばい。急げ、急げ、急げ。急げー。行きすぎ。あっぶねー。かっこいい取り方しようと思ったら、行きすぎるとこだった。危ない危ない。多分あとこれパートあと4ぐらいでクリアできるかな。このペースだと無理かな。それは大体1パート1つのワールドクリアするっていうペースでいってるんで、もしかしたらいけるかも。まあ最後のクッパのところはね、あれ、一つのパートでまとめたいんで、エンディングっていう関係もあるんで。さあ、次が俺の嫌いなところです。ここ嫌いなんだよ。赤コインが取りづらくて仕方がない。3回に1回ぐるりと1回でしますから十分ご注意ください。客殺す気かよ。シートベルトもなんもねえじゃねえか。シートベルトもなんもないのに足元注意しろ。こんなとこ誰が乗るの。しかも下が水着、水着着用してくださいっていう看板立てないと。この辺に水着着用お願いします。おう、
一回転してるな。俺らもこんなシートベルトしない限り無理だって。赤コインがあそこだ。だからこう行って、ショージャンプで、よしよしよし。で、これ乗っても飛ぶのも大変。こっちこっち、よっしゃ、行った行った。で、おい、あぶれ、あ、そう、ここはこう行って、ここでおーし、あー、これうまいこと捕まらないといけないんだ。こう。で、で、こう、おう、おうか。そうそう、こういう。あ、ほい。ほい、ヒップドロップで。落とす。落とす。で、下から行く。よし、おう、お、おうも確か下から行って倒すんだった。ほいほいほい、高え、高いな、持ち分けやな、絶対行きたくないわ。おほほほほ、やっとだ。やっぱりここは嫌いだ。25倍。おう、ドドン、ボートとか用意してあげるんだ。枯れひまわりを救え、救え、根ごとり枯れてる。はい、また庭や、またパークの庭みたいな。こいつ、デッテウが進化したやつかな。デッテウの進化系。お、なんでこいつらを倒しただけで、ひまわり食ったのかな。俺、水やった方が絶対に復活すると思う。あれか、こいつを倒してスカッとしたから、気分が。スカッ、よくぞやってくれた。もう一ページだったよ、スカッ。ほう、ほう。ほう、ほう、ほう。ダメ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 
黒に日焼けしてんな。日焼けじゃねえけど。そういえばあのひまわり、そばかすついてたな。お、これは虫。ひとまず虫。ひとまず無視していいのかな。やっぱり行く。やっぱ行く。で、全くもって意味のなかった回転ジャンプ。出て思っている。おりゃー、返しなさい。うほっ、うん、どういった、あった、ここ出てがいないとここ行けないんでね。はい、今は無視で今関係ありません。うおへ、グハ。お、また飛ばしちゃってください。うわ、うっそー。よし、飛ばしちゃってください。うーわはははは。止めて暴走観覧車。暴走してねえよなー、ここだったら。観覧車暴走してねえじゃん。だが、だがしかし。どうせ。ここに入ると暴走しだすっていう。これは私こっちからやったやつ。滑る、うへ、滑れんかった、滑る。お、こっちこっち、こっからこっから、ここはこっからこう、うへ、こう、ほい、こう、水をかけたら回転する。こう、うん、上がれない。ここはこう伝っていって、電気紙をバコンってして戻って、うへ、ここか、戻って、おこっちへ回る。そして、伝っていって、どん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 伝って、水をかける。そして、こうなる。一回閉じるの待つ。で、閉じるの待ったら、で、ほい。ほっ。そしてから、そして、そして。落ちる。そして落ちる。うわ、かー、ちょちょちょ、瞬間移動すんなし。ファインや。今回のミッション時間かかるなぁ。お、お、
お、バッシャン。そして社員が生まれる。あとは観覧車に乗るわけ。乗る。観覧車に乗る。観覧車の屋根に乗る。屋根に乗る。中じゃなくて屋根。まあ、あそこがリポハーバー。こっちがこれから行く、ああ、マーマービーチ。そしてここが、シレナビーチってとこですね。他にはなんかないかな。あ、あの、リコハーバーの奥が、トロピックタウン。ヤッヒー。まあ、これも無視。これは無視。これは無視して大丈夫です。ヨッシーゴーランドですね。この辺は全部一緒。おっと、すいません。ヨッシーゴーランド。まあ、名前の通りです。ヨッシーゴーランド、なんとか進んで曲がる前に。おう、これこれ。なし、用なし。うわ、用なし欲しがってるな。用なしでどうやったっけ。ここだ。用なしはここ。ごめん、ほらあった。そしてこれを持っていく。上乗った。滑った。こう、あ、あ、はい。しかしね、ピンク色じゃダメ。うっそー。食べろ。ピンク色じゃダメなんで、オレンジにする。オレンジ色にしないといけないんですよ。食べろ。よし。ここここ。この中のものがいっぱい。これ、ここに開けると、なぜかこうなる。また出てる。また出てる。出てよ、大好き。アウト。危ない。まったく。ただ待つのみ。いや、お、次あの黒乗れないですよね。はい、もう一回やってみよう。おお、おほう、また待つの。あら。ほほ、よし、伸びた。次青、斜めに。よし、慎重に。次
黒やで、黒黒んでから黄緑赤なんもないオレンジ、ここはいいよね、いいよね、よし、ここ焦らず焦らずに焦らずに今だ、よし、そしてここ、こんなでかいところで周りを飛び越える、頑張れ、よし、ここのまま行けかな、ほほー、よっしゃ、よしよし、28枚ゲッツむし、え？さっきやったじゃん、今思えばさっきもヨシキの卵やったじゃん、なかったことにされてる、うわー、なかったことにされてるわ、せっかく捕まえたのに。パークのエースマリオ。そしてマリオと来たら、もうピーナパークはこれでもさらばだ。さあ、追いかけるんだ。こいつは強い。おりゃおりゃ、ごめんねー。いやー。どこ通ってんだ、こんなことでどこ通れねえよ、ほほー、遅いと思って、おりゃー、なんでこんな細いとこばっか通んねん、あれか、偽マリオも観客にはご迷惑をおかけしませんよみたいな、あ、ここは普通に通るんだ、待てー、うわー、うわー、よし、トントントン、トン、テッテッテン、テッテン、ヤッヒー、ってことで今回はここで終わりにしたいと思います、次回もまた見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ってことで、ご視聴ありがとうございました。